タイレル・マラシアは、オランダ、南ホラント州ロッテルダム出身のキュラソー系、オランダ人、サッカー選手、オランダ代表、フェーノールト所属、ポジションは、ディフェンダー。ロッテルダムのアマチュアクラブ RVVDHZ で、サッカーをはじめ、同じロッテルダムのオーバーマスロッテルダムを経て、2008年に9歳で、フェーノールトのユースに加入した。各世代のチームで、 左サイドバックとしてプレーし、16歳で17歳以下のチームに所属していた2015年12月2日に、同世代のディラン・フェンテやヨルディベール・マンラに続いて、初のプロ契約となる2019年までの契約を結んだ。2016から17シーズンからは19歳以下のチームに上がり、2017から18シーズンには UEFA ユースリーグに出場した。 ベールマンの負傷により、キャプテンマークを巻いて、グループステージ全試合スタメン出場を続けていたが、最終節の12月6日の SSC、ナポリ戦では、トップチームの左サイドバックであるリチアーノ・ハップスと、ミケルネ・ロムの二人が負傷したことで、フェーノールとの UEFA、チャンピオンズリーグ出場選手としては、史上最年少の18歳111日で、トップチームに、スタメンでデビューした。 攻守に活躍して、サポーターのハートをつかみ、チームが2から1で勝利した試合後には、スタンディングオベーションを受けた。2018年4月4日に契約を2023年まで延長した。https、www.fayenolto.nl.niplingwiz.nifsubagicto.tirelmaratecanto.elsteprifcontact.hthttps www.fay.nold.nl.ni.pring.with.z.ni.f.savardict.mara.en.bente.barben.dendit.chan.fay.nold. ズズンンありがとうございます。